さて今回のクエストは合流ティガレックス、ティガレックス一丁の資料、ノリによるダウンを2回成功がサブだから武士道のがいいかと思ったんだけど、エリアルで行ってみよう。さあ行こう。旧砂漠を探索中のハンターから緊急の援護要請が入りました。ティガレックスとの遭遇があった模様です。さあ助けてくるのじゃ。お、そうか、ティガはマヒ肉食ってくれんだな。まずよっと、千里眼。おお、よかった、砂漠に駆け出さないでよかった。よし、まあノリによるダウン2回だからね、エリアル使って早めに取っちゃいたいな。あー、うめうめ。おっそ、オラティガ一発ぐらいいけんだろう。うわっ、はっ、よし、まず一回失敗しないようにな。とりあえず2回のダウン成功でサブを達成しておきたい。ティガはすっごい暴れるんだよな。そして頭に振り向きスタンプ決められないのかな、エリアルは。2回目いけるか、いけるな、2回、ラッキー。そのまんまピヨ。もっと頭叩いてダメージ稼がせてもらうか。でも壊れたっぽいから、しまった、ティガには当たり判定があったよね。一回離れるか。こいつは段差を無視してくるからな。くるくるくる。よっ、下の方が安全だったよ。収まった？まだ収まってない。よし、あー、どこまで行ってんの。もったいない。よし、怒りも収まったし、ほらよ、まずい。オーライ。そろそろ乗れると思ったから結構無茶したんだけど、ダメだった。これはまずいんじゃない。まずいってだから。ちょっとあの狭い地での戦いはやめよう。思いっきり連続で跳ねられてるのに、なんか全然ピョらないの、なんでだろう。そろそろ乗れると思うんだけど。死ぬ死ぬ。安全に安全に回復しよう。回復中に攻撃食らってたらたまらん。
振り向きと同時に来るからな、こいつはしんどいんですけど、なんか全然ピョーランな、不思議なことに。誰でなってんのかよくわからないのかな。影の位置確認。武器遠いどこ。こっち行ったけど10番っぽいよな。やっぱペイントはちゃんとぶつけとかないとダメだね。食事終わっちゃってるかな。届くか。届いた届いた。よし、これ成功させたら2回目だ。よし、このまま倒しちゃう。ダブオッケー。となるとあとは爪か。この辺で3やってりゃ。いいです。ふう、じわるいって。はあ、上行った。今のうちに、あ、これ絶対食らうわと思ったらすっげー遠くまで飛んでいった。普段枯れないやつは買っとこう。まあそうなるわね。抜けれない。抜けれない。連続ティガバ暴れすぎだお前。痛いっす。上上、なんか登るの失敗してる。そういう動きもあるんだ。ちょっとティガの突進食らいすぎだな。村クエだからあんまりダメージないけど、こんなに食らっちゃダメだ。振り向きスタンプ決めれないのもね、ちょっと厳しいんだよな。まあ、サブがサブだからな。エリアルできたけど、やっぱり武士道の方がいいな、ティガは。こういうのも全部ジャストでかわせるしな。
そろそろ来よると思うんだけどな。どっか壊れたな。爪壊れてる。抜けれない。よっと、寝るのは3番だっけ。ジャンプため3分。よし、爪も壊れた。それじゃ倒しちゃいましょうか。ごはん。ちょうど来たな。しびれ生肉あるよ。暴れる暴れる。振り向きに合わせて。あ、あと一発で終わりだったのか。素材ください。ま、爪と頭と翼あたりかな。サブももらえるし、報酬が楽しみだぜ。爪ばっかりだな。叩いておこう叩いておこう。あとは熱帯地獄でももらっとこうか。氷結晶がないからね、持って帰れないけど。おりゃ、あ、ダメだった。クエストクリア。報酬タイム。少ない。鱗爪も一通り出たけどね。お、頭蓋出た。よかったよかった。爪。サブも鱗か。いや、コレクトは本当いいな。もっと集めていいんだよ。あ、もらっとこう。武士道の方が向いてるね、ディガは。